AS-1A 型は、ベリコルスキー機関車修理工場が、ソビエト連邦向けに開発、製造した、モーターカーである。1948年から1955年まで、製造が行われたカルーガ技術工場製の AS-1 型をもとに、人員輸送や保線機器牽引用に開発された、形式。エンジン側のみにあった、AS-1 型と異なり運転台は、前後に設置され、 床下には砂箱や砂巻き装置が搭載されている。エンジンは AS1 型と同様に V 型6気筒4、ストローク機関のガズマイナス51系、ガソリンエンジンが用いられ、動力は4足変速機やプロペラシャフト、歯車を介して車軸に伝達される。設計最高速度は AS1 型よりも速い時速 82km である。 また走行時には総重量10トンの車両を後方に連結することが可能である。1964年から1980年にかけて2143両が製造され、ソ連各地の鉄道路線の補正用に導入された。ソビエト連邦の崩壊後も各国で使用が続いているほか、1980年代以降は設計の変更を実施した。 AS1M 型の製造が行われている。1980年代以降、AS1A 型に搭載されていたガズ -51 系ガソリンエンジンを交換する更新工事が各地の工場で実施されており、ミンスク車両修理工場では D-245 系ディーゼルエンジンへの交換が実施されたほか、各地域でガソリンエンジン、ディーゼルエンジンへの交換が行われている。 また、ペルミ動力車修理工場で、ディーゼルエンジンへの交換や、車体更新が行われた車両には AS、AS1A2 型という形式と裏路地下の相性が与えられている。ありがとうございます。